どうも、タズルです。さて今回は、イスラエルの研究で証明された雲恐怖症を克服するかもしれない映画についてね、いろいろ語らせていただこうと思います。はい。まあ、随分ね、我ながらマニアックなテーマですが、よろしくお願いします。さて、皆さんはね、雲は苦手ですか？それとも大丈夫でしょうか？まあ僕はちなみにまあ基本大丈夫なんですけども、まあでももし家にいたらね、まあちょっとは気持ち悪いと思っちゃうので、まあ雲には悪いけども、潰してすぐに捨ててしまいます。はい。まあこういう方多いと思うんですけども、ところがですね、あの中にはですね、あの本気で雲は嫌いな人がいて、雲恐怖症の人がいるんですよね。で、これ英語だとアラクノフォビアと呼ばれてるそうです。はい。これ結構海外の人で結構多いらしいんですけども、うん、いるんですね、そういう人が。で、それに関する怖い話を一つだけさせていただくと、あの2019年4月のアメリカで雲恐怖症のね女性が、あのニューヨークのね道路を車で走行中、車内でその雲をね発見してしまって、女性はパニックに陥ってしまって、もう車をね大破させるほどの衝突事故を起こしちゃった人がいるらしいんですよね、うん、まあ、幸いねその女性はね足に怪我を負ったものの、まあ、命にね別状はなかったそうなんですね。はい。まあなのでね、本当にね、人によってはね、クモは本当に恐ろしいモンスターみたいな感じで思ってる人もいるらしいんですよね。はい。まあ僕の周りでそういう人はいないと思いますけど、うん。なんかね、そういう人もいるそうです。で、そんなね、クモ恐怖症をね、克服するために、あの、イスラエルの大学の研究チームがある映画をね、被験者に見てもらって、まあ実験を行ったところ、病状がね、2割減ったということがあったそうです。はい。今回はね、そのお話をね、ちょっとさせていただこうと思います。はい。あの、このようにですね、このチャンネルはね、映画に関する、人生に役に立った話や、まあ、映画の感想を緩く語ったりとか、映画スターのお話をね、中心に、まあ、とにかく映画の話をね、させていただいておりますので、もし映画が好きな人とか、まあ、そうでない人もね、もし興味を持っていただけたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではね、本題に入っていきたいと思います。はい。まずね、その実験に使われた映画というのは、こちらです。スパイダーマンです。はい。これね、本当にネタじゃなくて真面目な研究の話なんですけども、あの、なんか雲の映画といえばこれなんですけども、まずね、そのスパイダーマンという映画はどういう話か簡単に説明させていただくと、ある日ね、高校生の青年がね、大学に行って、そこにいた雲に噛まれたことをきっかけに、まあ、手からね、雲の糸が出るようになって、それで悪者をね、倒したりしていくという、まあ、ヒーロー映画ですよね。うん、ですけども、この一応ね、雲に関する映画を、そのイスラエルのね、アリエル大学のメナヘム・ベン・エズラ教授、という方たちはですね、424名の被験者にスパイダーマン2から抜粋したあるシーンをね、7秒間ね、鑑賞してもらったところ、あの、視聴前と比べて、雲恐怖症のね、恐怖心がもう2割もね、減ったってことがあったそうです。はい。で、これは結構疑似体験療法と言いましてですね、あの、何かの恐怖症の治療としてよく使われているもので、あの、恐怖のね、対象となる刺激に徐々に慣れることで、それをね、克服しようという治療方法なんだそうです。これは結構いくつかあるそうですね。うん、で他にも、例えばアリが苦手なアリ恐怖症の人には、アントマンという、これまたアリに関する映画。まあ僕未見なんでちょっと詳しくこの映画のことを知らないんですけども、アリに関するヒーロー映画をね、同様に7秒間見せたところ、やはり恐怖心がね、少し和らいだってこともあるそうですね。だからこれたまに使われてるものなんですね。映画を利用して恐怖心を和らぐもっと。うん。ただね、残念ながらね、この記事によると、それ以外のね、昆虫の恐怖症には結構効果はないそうで、で、これが結構面白いところなんですけども、あの、これね、まあ、雲とかアリの映像なら何でもいいというわけではなくてですね、あの、例えばね、その自然の中にいる昆虫の様子を追ったみたいなドキュメント番組とかあるじゃないですか。あの、そういうのを見ても全然効果があんまりなくてですね、まあ、それだと結構リアリティがありすぎて刺激が強すぎるんで、それだと逆効果らしいんですよね。そうではなくてですね、そのスパイダーマンとかアントマンのような、そのマーベルのそのスーパーヒーロー映画の中での疑似的に接触することがちょうどいい刺激になって恐怖心が和らぐっていうことらしいんですね。だから例えば、スパイダーマンだったらその青年がね、雲に噛まれるシーンがありますけども、そういうのを見た方がいいってことなんですね。あれは本物なのかな？本物かどうかちょっとわかんないですけども、多分あれ CG ですかね、あれ。ちょっとわかんないですけども、CG とかの雲で見た方がいいってことだと思うんですね。うん。はい。だからそのスパイダーマンをね、楽しく見られた人限定の話かもしれませんが、そのヒーローにもね、その雲にも親近感を覚えれば、もう現実もね、雲に対する恐怖心がなくなるんじゃないかというですね。例えばその雲を発見したらね、この雲はスパイダーマンに出てきたような雲だな、とかね。なんかこいつに噛まれれば俺もスパイダーマンになれるかもとか冗談を言えたってことはですね、もうそれでもう雲に対する恐怖がなくなったって言えると思うんですよね。うん。そういうことなんですよ。それで親近感が湧くようになればね。うん。そういう風になるかもしれません。スパイダーマンを楽しめれば。ほんとこれすごい話ですよね。これ結構苦手な人は多分効果的だと思います。僕はね。人によると思いますが。はい。ほんとに映画を楽しく見ながらね、こういうその病気の治療ができるってほんと素晴らしいですよね。うん。コスパもいいですよね。ほんとに。お金かかんないです。映画はもうほんとに。
その配信とかで見れますから。だから本当に映画はね、こうやって人を救うこともあるんだなって改めてました。素晴らしいことだと思います。はい。ただの娯楽ではない。ということでね、今回は、雲恐怖症を克服するかもしれない映画の話についてね、語らせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。